た時もそうなんですけど、圧倒的に熊本っていうのは失点が、こういうところ杉山がボールキープしてシュートっていった、決まった、熊本折り返せるか、少し時間かかった、中央に行く、左足決まった、前に送る高橋、浮かしてゴール、